おい、お前。そう、お前だよ。キョロキョロしてどうしたんだ？何びっくりしてんだか。お前、俺に会いに来たんだろ？鬼が出るなんて言われてる山に一人で来るなんて、今の時代に鬼退治気取りか？それなら、ちゃんと俺を仕留めるための武器ぐらい持ってきてんだろうな。なんだ。まさか本当に出るとは思ってなかったのか。ま、そう慌てて逃げるなよ。俺も長らく人間と話してなくて退屈してたんだ。ほら、何か話せよ。聞いてやるから。というか、話さなかったらお前のこと、食ってやるからな。最近は怪談とか都市伝説とか言って、そういう不思議な話が流行ってるのか。で、お前は他にも、心霊スポットとかいう場所にも行ったことがある。そういうところに行って動画を撮って金を稼いでる奴もいるのか。人間ってのは本当に貪欲なもんだな。しかし、今の時代の人間は妖怪や神の存在を信じなくなったとは思ってたが、そうでもないんだな。ま、お前の話はそんなに面白くなかったけど、現代の人間ってもんが分かったよ。満足した。褒美に何でも一つ、願いを叶えてやろう。鬼は妖怪であると同時に、神でもあるんだ。鬼神なんて言うだろ？人間が願うことなんて、簡単に叶えてやるぞ。なんだ、すぐに思いつかないのか。神もそうだが、鬼も相当に気まぐれなもんだぞ。すぐ答えないと気が変わっちまうかもしれないな。ったく、こんなに待たせやがって。もういい、気が変わった。5つ数えるまでに言わないと。お前を食ってやる。1、2、3、4。は？耳かきしてほしいだ。お前、何をわけわからないこと言ってんだ。ほんと人間っていうやつは、わからないもんだな。不思議なことに、お前は心からそれを望んでるらしい。あ？ああ、俺は少しだけだが、人の心が読めるんだよ。テンパって答えたみたいだが、その願いの気持ちは、純粋だってわかった。信じられないけどな。ま、そういうことならお前の願い、叶えてやるよ。俺様、酒呑童子ともあろうものが、人間一匹の願いも叶えられないとあっちゃ、治れってもんだからな。あ？俺の名前も知らなかったのかよ。その名前ぐらいは今も残ってるだろ？泣く子も黙るし黙らせる。俺様こそが酒呑童子だ。想像より近いって。お前、本気で食われたいのか？そんな細かいことは気にするな。ほら、耳かきってのをしてやるよ。
道具くらいは持ってるんだろう。ほら、よこせ。本当にお前、この耳かき棒ってのを持ってたんだな。山登りにこんなもん必要か？まあいい。下手に動くなよ。慣れないことをするんだから、下手すると耳から血が出るぞ。どうだ？こういう感じで問題ないんだろ？初めてなのにうまいってそりゃそうだろ。俺様に苦手なことなんてないんだよ。なんてったって鬼だからな。こうやって人間を気持ちよくさせるってのも面白いな。なんといっても俺が気持ちいいも痛いも全部主導権を握ってるってのがいい。お前は絶対に抵抗できないってことだからな。なんだよ、鬼のくせに小さいことで優越感に浸ってるとでも言いたそうだな。俺は人間っていうものを信用してないんだよ。だからそれを意のままにしてるのが心地いいんだ。私は人間と宴会を開くようなこともあったんだけどな。あの頃は良かった。人も鬼も種族の垣根を越えて交流していたからな。宴会は本当に楽しいもんだったぞ。配下の鬼に踊らせてバカ騒ぎをしたり、人間と飲み比べしたり、この俺様と平気で酒を飲み合えるような酒に強い人間だっていたんだ。名前はなんて言ったっけな。ま、遠い昔の思い出だ。今はそんなことをする気にもならないけどな。なんでってお前、そんなの分かりきってるだろうが。天童寺の伝説も知らないのかよ。こうして
伝説の存在が耳かきをしてやってるってのに、やりがいのないやつだな。じゃあちょっと伝説を語ってやる。文字通りに耳の穴かっぽじってよーく聞けよ。俺は人間とそれなりに楽しくやってたが、気に入らない奴は容赦なくぶちのめしてたからな。それを都のお偉方が止めようと鬼退治を命じたんだよ。源のなんとかって言ったかな。俺みたいな妖怪退治を専門にしてる武士がいたんだよ。最初そうとは知らずに、俺はそいつらとも宴会をしてな。ノリもいいやつだったから、すっかり気を良くしてたら、飲まされた酒に毒が入ってたんだ。それに気づいた時にはもう抵抗もできず、首をバッサリだ。今も首元にはその時の感覚が残ってやがる。ちゃんと首がつながってるか不安になるほどな。本気で何も知らなかったのかよ。おめでたいやつだな。ほら、そろそろ耳かきはいいか？わかってるよ。ちゃんと両方の耳をやってほしいんだろ。つべこべ言わずに、俺に従え。わかったな。俺が小さい見た目をしてるからって、舐めるんじゃねえぞ。バーカ。うん。今度はこっちだな。じっとしてろよ。本当にお前、能天気に気持ちよさそうにしてるなあ。あーとか、気の抜けた声まで出してよ。いや、出してないって、明らかに声出てるからな。気持ち悪い声をピーピー出しやがって。そんなに俺に媚びて、何をしてほしいんだ。バーカ。冗談だっての。ドキドキしてんじゃねえよ。
とにかく俺は裏切られた経験があるから、人間は表向きは親しくしていても心の奥底では真逆のことだって考えられる。白状で嘘が上手くて信じるに値しない奴らだ。だからお前も嘘を言っていると思ったんだけどな。どういうわけか蘇った俺は人の心を読めるようになっていたからな。それでお前の心を覗いてみたら、本気で耳かきを求めてるって言うんだから傑作じゃねえか。人間にもまだこんな面白いやつがいたなんて信じられないぐらい驚いたんだぞ。いや、十分おかしいだろ。鬼である俺に心から耳かきしてほしいなんて思うなんて、100歩譲って耳かきはいいとして、どうせなら可愛い女にでもしてほしいもんだろう。なんでよりによって俺にそれを本気で望むんだよ。けど、俺の耳かきは本当にうまい。はいはい、それはどうも。お前に褒められても嬉しくねえよ。でもまあ、お前が楽しんでるならいいけどな。なんで顔赤くしてんだ？酒も飲んでないのに。まあそうだよ、俺はずっと一人でいた。どれぐらい前に蘇ったのかも忘れたが、もうここに配下の鬼はいないし、鬼の四天王もみんな人間にやられちまった。俺はこの山でずっと一人だ。他に鬼も人もいない山でずっと一人なんて笑えるよな。慰めなんて求めてねえよ。そんな女々しいもんを俺様が求めるかよ。ただお前に話しておきたかっただけだ。伝説の酒呑童子様も今じゃこんなもんってな。
相変わらず気持ちよさそうに目を細めやがって。お前ちゃんと感謝してくれるのか。こんなこと二度と経験できることじゃないんだぞ。おい人間、お前が望むなら配下にしてやってもいいぞ。今は四天王の座も空いてるからな。お前が一の子分でいい。そうしたら毎日だって耳かきでも何でもしてやろう。俺は子分に優しいからな。ほら、答えろよ。どうする？俺は強制しない。お前自身が決めることだ。またまごまごしやがって。お前には決断力ってもんがないな。ま、弱っちい人間なんてそんなもんか。一人じゃ何も決められないなんて情けねえ。もういい。やっぱりやめだ。迷うようなやつを配下にはできない。人間は人間と一緒に暮らすのが一番だろ。俺に無理に付き合うことはねえよ。ほら、もうこれで耳かきも十分だろ。ったく、まだ残り惜しいのか。そんなにしてほしいなら、子分になるって言えばよかったのに。ま、お前を子分にしてやらないが、特別に俺に、いつでも会いに来ていい権利をくれてやろう。また今度、現代のことや人間のことを聞かせてくれ。そのついでに、耳かきもしてやるからな。待ってるからな。お前は俺を裏切るなよ。